ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。あのさ、実は今日友達を呼んでるんだけど紹介していい？ええー、だって魔理沙の友達っていつも変な人ばっかりじゃない？いやよ、そこをなんとか、お願いします。何でもしますから。靴舐めますからお願い。そこまでしなくてもいいけど、そんなに言うならいいわ。紹介して。サンキュー。じゃ呼ぶから。おーい、こっちこっち。こんにちは、僕、玉のドラムだよ。霊夢、こいつが友達の玉のドラム。仲良くしてやってくれよな。はじめまして玉のドラムさん。お仕事は何をしてるの？ああ、てめえ誰にもの聞いてんだゴルア。玉のドラムなんだからドラムだろうが。ふざけたこと抜かしてんじゃねえぞ。まあまあまあ、そうカリカリすんなって。なんかごめんね。玉のドラムさんのことはなんて呼んだらいいかしら？ああ、てめえになんでそんなこと聞かれなきゃいけねえんだよゴルア。玉のドラムって呼んでんだから玉のドラムって呼べやカスが。まあまあまあ、そうカリカリすんなって。やっちまうぞこら。こいつ、友達が来たら急にイキり出したー。ダサすぎる。ちょっと僕トイレ行ってくる。気をつけてね。ちょっとマリサ、友達の前だからって急にオラつくのはどうかと思うわよ。そんなことしてたかな？霊夢ありがとうな。仲良くしてくれて。まあいいけど。はぁ、すっきりした。めっちゃ長い一本グソが出たよ。報告しないでいいわよ。なんだてめえ。玉のドラムに舐めた口聞いてんじゃねえぞゴルア。うるせえ、態度コロコロ変わりすぎなんじゃい。玉のドラムもさっさと帰れえ。ほいじゃまたねえ。またねえ。ということで今日は、女性の前でいい格好するために、極めて悪質な行動に出た男の胸クソ事件よ。再発防止、風化防止、注意喚起のためにお伝えするわね。了解です。ということで、ゆっくりしていってね。事件概要。この事故は、2017年6月5日神奈川県足柄上郡の東名高速道路下り線で発生したの。なぬ、東名高速道路って何か特徴ある高速道路なんだよな。何だったか？幾多の大規模河川を横断することが特徴の高速道路なのよ。よく知ってたわね。そうなの？全然知らなかった。玉川、相模川、佐川川、富士川、安倍川、大井川、天竜川などを横断してるのよ。サービスエリアに立ち寄るとワクワクするんだわさ。話を事件に戻すわ。高速道路の追い越し車線に乗用車が2台停車していたところに、後続車両のトラックが追突してしまった事故なのよ。ええー、玉突き事故、なんで車が2台も停車してたんだ？故障だったのかな？トラックも高速道路に止まってたらびっくりするだろ。この事故で男女2人がお亡くなりになってしまったわ。あらー、ご冥福をお祈りします。さらに男女4人が重軽傷を負うことになったのよ。それはなかなか大変な事故だったな。つうか、なんで停車してたんだよ。小銭でも落ちてたのかな。高速道路は路肩も含め原則駐停車禁止よ。故障したなど、やむを得ない理由があれば、例外として駐停車が認められているけど、駐停車せざるを得なくなった場合は、事故を防止するための処置、行動を取るようにしないといけないのよ。そうなのか。じゃどうすればいいんだ？教えてよい人。まず一つ目の手順は、ハザードランプを点灯させ、路肩または路側帯に停車すること。ほうほう。次に二つ目の手順は、ドライバーも同乗者もガードレールの外などに避難すること。なるへそなるへそ。この二つ目の行動を取らないドライバーが非常に多くて、本当に危険なのよ。オケ丸水産です。それから三つ目の手順ね。三角表示板や発煙筒を車の後方50メートル以上に設置すること。次が最後の手順よ。四つ目は道路緊急ダイヤルや非常電話などで通報すること。ドドドドド、どこに連絡したら？え？え？そんなの知らないんだけど、知らない人に電話するの気まずいんだけど。私マリサと申しますけど、っていうの？ねえ？落ち着いてマリサ。まずは落ち着くことが何より大切なの。事故の場合は110番よ。なるほど。そして、故障の場合はシャープ9910に連絡するのよ。そうだったのか、ドキがムネムネしたじゃん。事故や故障でやむを得ず駐停車する場合は、まずは身の安全を第一に考えてね。焦らずに冷静に、紹介した手順を一つ一つしっかりと対応しましょうね。2013年には女装キャラで人気を博した、芸人の桜塚やっくんさんが運転するワゴン車が、中国自動車道で中央分離帯に衝突する単独事故を起こした。その際、同乗していた男性と二人で車を降りて、共に後続車にはねられてしまったわ。あれは悲しい事故だったな。ご冥福をお祈りいたします。それだけ高速道路に降り立つことは危険なことなのよ。よく注意してね。オッケー牧場ドエース。軽いわね。通過追突の被害に遭った乗用車2台はこの手順はやっていたのかな？
高速道路上での停車は、危険極まりないぞ。全く手順は踏んでなかったわ。そればかりか現場ではとんでもないトラブルが起こっていたの。ええ？トラブル？直前のパーキングエリアであることを注意した些細なことが発端で、石橋和穂25歳が逆上し、執拗に被害者家族の車を追い回したことから事故は起こってしまうのよ。ここは高速道路ですよ。追い回す？いわゆる煽り運転と呼ばれる走行よね。ああ、それ私がよくやるやつだ。二度とやっちゃダメ。ちなみに煽り運転は、前の車と車間距離を極端に詰めたり、周囲の車を威嚇、挑発するなどして、相手に事故を誘発するとても危険な運転のことよ。その煽り運転を、こいつは高速道路上でしたってこと？その通りよ。しかも700メートルにわたって妨害行為を計4回も繰り返したのよ。妨害？その後も、新郎妨害し萩山義久さん45歳の家族が乗った車を停止させ、あろうことか、石橋が義久さんに暴行を加えたの。ええ？なんだって、暴行？高速道路ですることか？ところが同乗の交際女性に止められて、石橋は自分の車に戻ろうとしたところに、大型トラックが追突し大事故となったわ。ガビビーン、なんてことなんだわさ。この事故により、義久さん、ゆかさん39歳、夫婦は命を落とし、娘二人も負傷したの。改めてご冥福をお祈りいたします。つうかこのバカが止めなければ事故は起きてないだろ？そうね。そして交際女性も石橋自身も重傷を負い、入院してるわ。なんで注意されたくらいで腹立てて、こんな大事故になるんだよ。どういうコツ？全く理解できないんだけど。そうよね。マリサがそう思うのは当然よ。どうしてこうなったのか紐解いていく必要があるわ。そうだな。それじゃあまずは石橋の生い立ちから見ていこうと思うから、聞いててね。おなしゃす。石橋という男。石橋は、福岡県倉手郡の出身よ。石橋が高校2年生の時に両親が離婚しているわ。うんうん。まあ両親のことは残念だったな。そんでそんで？三人兄弟の真ん中でがたいは大きいけど、おとなしい性格だったみたい。周辺の子供は中高生でグレる子が多い中、石橋は髪の毛を染めることもなく、目立たないタイプで、きちんと学校に通っていたそうなの。いやそれ、普通のことなんすけど。とりあえず普通の子供だったってことだな。離婚前の両親は父親は建設関係の仕事、母親はスーパーのパートという、ごく一般的な家庭で育ったと言えるわ。ここまでが普通。事件を起こすような感じには思えないよな。そうなのよ。石橋の素行が変わっていったのは、両親が離婚してからみたいだわ。でもさ親が離婚したとて、立派になってる人5万といるからな。そうよね。その通りだと思うわ。石橋が選んだ高校は隣町にある仲間市内の高校よ。石橋は知らない人ばかりの高校で虚勢を張りたかったのか。中学で乗ったことがないバイクに乗っていたと嘘をついたり、自分を強く見せるような微妙な嘘をついていたそうなのよ。うっわ、高校で竜の痛いやつじゃん。周りは嘘だって気づくもんな。痛々しい。じゃあバイク乗ってみせろよ。そう言われても乗れるはずもなく、こんなすぐにバレるような嘘をついては、周りにすぐバレて、それを咎められる、ということが多くあったみたいよ。あちゃ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 。そして虚言癖を繰り返しているうちに、どんどん石橋の立場が悪くなっていったわ。そりゃそうだな。自業自得だろ？知らんけど。やがて同級生からいじめを受けるようになっていくのよ。いじめ、それは良くないよ。そのいじめの内容というのは、事故を起こした石橋からは想像できない壮絶なものだったわ。なぬ？なぬ？石橋は口数が少ないおとなしいタイプだからか、最初は仲間内でいじられキャラだったのよ。それで？そのうちに仲間内のパシリのようになり、次第にいじめられるようになっていったの。なぬ？何されたんだ？顔面に油性ペンで落書きをされたり、髪の毛をモヒカン頭に剃られたり、強烈な剃り込みを入れられたこともあったわ。へえ。思春期にこんなひどいいじめを受けていたなんて、想像を絶するわね。こんな落書きや髪型を喜んで自らしていたとは思えないし、無理やりさせられたんだろうな。惨めな思いをしたり、恥をかかされたりしたこともあったのかもしれないわね。こんな自尊心を傷つけるようなやり方、絶対許せない、なんて馬鹿げた奴らなんだ。いじめは地元の仲間内から受けていたという情報だけど、高校内でもあったのかもしれない。いじめが原因なのか、成績も良くなかったみたいだけど、高校を2年で中退しているのよ。あらららら。高校中退後の石橋は、建設会社を転々として働いていたそうだわ。転々って、若いんだからしっかり地に足つけて働けっつーの。以前石橋と交際していた女性の証言があるわ。普段、他人に喧嘩を吹っかけたりはしないけど、
車に乗るとわざとゆっくり走ったり、後ろの車が追い越すと追いかけて文句を言うようなことは何度もありました。足で車のハンドルを操作していたこともあります。私は暴力を振るわれたことがあります。おとなしい性格はどうなったんだよ。一方で言われてるのは、壮絶ないじめ体験が関係することもあるということなの。なぬ？どんな関係が？いじめを受けた経験のある人は、自分よりも弱そうな他者に対して、高圧的な態度をとってしまうことがあるの。なんで？自分の弱さがバレたら何をされるかわからない。強く見せないといけない。そんな風にいじめによって染みついた恐怖心に苛まれることがあるというの。そんなの間違った考え方なんだわさ。弱い者にマウントを取るような歪んだ心になってしまうこともあるみたいだわ。いじめを受けたのはかわいそうだけど、そのせいにしちゃダメだぞ。絶対ダメー。擁護してやる気になんて、全くならないからな、バカタレが。石橋は特に交際相手の前で高圧的になったり、車に乗ると豹変するタイプだったみたい。ただのイキリじゃないかよ。ダサいことだってなんでわかんないんだろ。近所のコンビニ店員の証言があるわ。一人で買い物に来た時は普通なのに、彼女連れの時は、異様に虚勢を張って、生きった暴言や乱暴な行動をして店員を威圧してきていた。なんでレジそんな遅いんか。こんな風に怒鳴って小銭を投げつけることもありました。ダサい。ダサすぎる。サイ&テイだぞ。強い男を履き違えてる。ちゃんちゃらおかしいぜ。特に助手席に女性を乗せて運転していると異常に性格が凶暴になったそうよ。あんだって。と石橋の中で、女性を張ることがかっこいいことだと勘違いしてたのよね。クソしょうもな、彼女もこんな男のどこがいいんだよハゲ。そうしてモンスター化した石橋は取り返しのつかない事故を起こすことになるわ。うわわわわわわ。ここからは口にするのも苦しいけど、ヨシヒサさん、妻のユカさん、娘さんたちが、事件に巻き込まれるまでお伝えするわ。気が進まないよ。私たちの使命よ。そうだな。オナシャスパート2。萩山一家が事件に巻き込まれるまで。萩山さん一家は、6月5日21時35分頃東京ディズニーランドやお台場で、楽しい家族旅行を満喫し、静岡の自宅に帰る途中だったのよ。東京への楽しい家族旅行だったのにな。こんなことになるなんて、かわいそうに。ゆかさんは静岡大学の事務職員だったわ。同僚の女性はこう語っているの。太陽のような人でいつも笑顔。ゆかさんがいるとその場がカッと明るくなるような人でした。いい人だったんだな。娘さんたちと夢見る明るい未来がきっとあっただろうに。ヨシヒサさんの友人もヨシヒサさんのお母さんも口を揃えてこう話しているわ。ヨシヒサさんは子煩悩で、夫婦仲もいい。夫婦喧嘩は見たことがない。何が起きても引き離されることはないような。本当に仲のいい家族だった。理想の家族じゃないか。羨ましい。事件の発端は東名下り線のパーキングエリアで、石橋は駐車方法を吉久さんに避難されたことよ。避難？駐車方法って何してたんだ？駐車スペースでないところに石橋が車を止め、タバコを吸っていたらしいのよ。駐車スペースでないところに止めていいの？車は出口を塞いだ形になり、通行の妨げになっていたというのよ。それはめちゃくちゃ迷惑だぞ。吉久さん家族が乗った車は、パーキングエリアから出ようとしていたんだけど、石橋の車のせいで出にくい状況だったの。そこで吉久さんは石橋に注意したのよ。それは正しいじゃん。そもそもパーキングエリアから外に出るように道を塞ぐなっつうの。だけど、それがこの後の悪夢の入り口になるとは、この時は誰一人として思ってもみなかったのよ。こわこわこわ。嫌なストーリーテラーやめてー。吉久さんの言い方に石橋は逆上したのよ。言い方？それなーに？娘さんの供述によると、吉久さんは石橋にこう言ったの。邪魔だボケ。言いたい気持ちはすげえわかる。だけど、その言い方はちょっとまずいんじゃ。マリサの言う通りよ。長女がこの時、ヨシヒサさんを注意したそうよ。いい人だったらどうするの？あんなところに車止めてタバコ吸う人はいい人ではない。確かにな。でも、言い方一つでトラブルは発生しちゃうからな。マリサの言う通りよ。この後、予期せぬ事態になるわ。こわ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 。石橋は猛スピードでゆかさんが運転する一家の車を追いかけてきたのよ。やばばばばばばい、恐怖でしかないよー。それじゃあ次は、石橋の犯行を詳しく紹介するわね。どうなるんだ。石橋の犯行。石橋は、ヨシヒサさんに避難されたことに憤慨し、猛スピードでヨシヒサさん一家の車を追いかけたわ。やばー、何する気だよ。石橋は、ゆかさんが運転するワゴン車の前に割り込んで急減速したり、ゆかさんが衝突を。
避けるために車線変更すると、その前に車線変更し進路妨害を繰り返すなど、約700メートルにもわたって計4回妨害行為を繰り返したわ。うわわわ危ない危ない、何しやがんだ備蓄粗野郎が。後の調べで執拗な割り込みを繰り返し、極端な幅寄せもしていたことが明らかになったわ。こんなのどう考えても大事故になるじゃん。後のこととか何も考えてないだろ、鳥か。そしてとうとう石橋は、一家の車の進路を塞いで車を止めたわ。高速道路で？車を止めた？追い越し車線に石橋の車と、ゆかさんが運転する車の2台が停車したことになるのよ。わわわわわ。危ないって、高速道路は駐停車禁止なんだから、早くその場を離れて。それから石橋は車を降り、ヨシヒサさんのワゴン車に近づいてきて、あろうことか後部座席に座るヨシヒサさんを車外に引きずり出そうとしたのよ。ひぃー、ダメダメ、ロックしないと。すみません、こっちが悪かったです。と謝るヨシヒサさんに対して、石橋はヨシヒサさんの胸ぐらにつかみかかり、こう怒鳴るのよ。喧嘩うっちょんのか、丸されたいのか、高速道路に投げ入れてやろうか。その石橋を制止するためにゆかさんはヨシヒサさんの右腕にしがみついて懇願したわ。やめてください、許してください。その時、同乗の交際女性にも石橋はいさめられるの。子供がいるからやめて。もっと早く止めろよ。小学生の娘さんは、石橋の様子に恐怖心から、車内で泣きじゃくっていたそうなのよ。この一部始終を小学生と中学生の娘さんが見ていたなんて怖かったよな。かわいそうにな。交際女性に言われてようやく石橋は暴行をやめ、自分の車に戻ろうとしたのよ。さっさと戻ればか、これでもう安心だ。マリサ、安心するのはまだ早いわよ。もうやめてー。その時、大型トラックがヨシヒサさん一家の車に追突、続いて石橋の車に玉突きで衝突する大事故となったわ。ぎいえええ。そりゃ急に止められないよ。この大事故で夫婦は命を落とし、二人の娘さんも負傷してしまったわ。辛すぎるよ。そして石橋も交際女性も重傷を負い、二人とも入院したわ。交際女性も災難だよ。石橋、てめえは何人巻き込んでんだよカスが。警察は、石橋を自動車運転過失致死容疑で逮捕したのよ。自動車運転なんだって？何容疑？それはどんな罪なんだ？自動車運転過失致死容疑は、運転中の過失により事故を起こし、相手の方が亡くなってしまった場合を指すの。うんうん。と言いますと？例えば前方不注意や巻き込み確認を怠ったこと、ウインカーを出さずに方向転換したなどが過失よ。え？いやいやいや。石橋の場合は、そんな過失どころじゃねえ。これは故意だぞ。そこなのよ。過失運転致死罪は7年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金なのよ。そんな不注意みたいな軽い交通違反みたいな罪なわけないだろ。こんな悪質な運転がそれに当たるはずがない。その通りよ。この石橋の事故から煽り運転が日本各地で頻発し、社会問題化したの。なんだって。後で説明するけど、この事故をきっかけに煽り運転への法改正が行われ厳罰化されたわ。そうなのおー、厳罰グッジョブ。だけど、後の調べで判明したんだけど、こんな大変な事故を起こした石橋は、驚くべきことに、過去に何度も運転トラブルを起こしていたのよ。はぁ、何度も？こいつの思考回路どうなっちゃってんだよ。もう一遍顔中落書きしたろか。石橋のトラブルは他にも、石橋は21歳で運転免許証を取ってから、交通違反を7回、事故を4回も起こしてる。石橋って当時25歳だろ。4年間の間にそんなに違反と事故繰り返す？運転する資格すらないんだわ。さっさと免許証返納しろ、下手くそが。しかも、実はこの事故の1ヶ月前の5月8日にも、石橋は車でトラブルを起こしているのよ。おい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 。こいつから車取り上げろよ。こんな父に車は狂気だぞ。下関市の一般道で急に減速して、追い越した車にクラクションを鳴らしたり、進路を塞いで車を停止させ、窓を叩いて威圧的な行為をしているの。こいつなんなん？自分でゆっくり走行しといて追い抜かしたらイチャモンつけるなんて、自分からふっかけてるとしか思えない行動だぜ。そしてその翌日9日朝もトラブルを起こしてるわ。はぁ、翌日？トラブル起こすために運転してんのか？信号が青になっても発進せず、その後もゆっくり走行し、追い抜いた車に幅寄せして衝突してるの。衝突、こいつ何がしたいんだよ。全く理解できないんだけど。この事故後に、他にも追い越そうとした車の進路を2度にわたって妨害して停車させ、相手の運転席ドアを3回蹴るという暴挙に出てるわよ。ふざけんじゃねえかす、これはもう石橋がきっかけ作ってんじゃん。もっと信じられないことがあるのよ。まだあんのかよ、こいつの悪用のバリエーションどんだけあるんだよ。
石橋は、吉久さんの事故から2ヶ月の間、その間石橋はどうしていたと思う？そりゃあ、あんな大事故起こしたんだ。落ち込んで塞ぎ込んでたとかじゃない？マリサは石橋を分かってないわ。何の反省もしてなかった証拠があるのよ。ええー、8月21日、山口市内でまた同じような煽り運転をしていたことが明らかになっているのよ。なんだと。この時も追い抜かれたことに腹を立てて、車を停車させ車を降りるように要求したの。お前が一生車を降りろよ、もしくは一生車から降りてくるな。被害に遭った男性が警察を呼ぶと、こんな風に怒鳴って叫んでいたらしいのよ。マルスぞ、俺は人を殴るために生きている。こいつ、本気で言っちゃってる。本当に言っちゃってるわよ。石橋はパトカーにまで煽り運転をしていたこともあったのよ。もう無敵の人じゃん、こんな奴を手上げだ。確かに無敵よね。こちらが正しくても相手を選ばなければならないわ。常識が通じる人間とそうでない人間はいるの。非常識な人間に常識が通用するはずもないわ。そんなこと言われてもな。関わってはならない人間を察知しないとダメよ。三分類いるのよ。紹介するわね。お願いします。言わなくてわかる人と、言えばわかる人、言うと逆切れする人が残念ながらいるのよ。正しいことでも、相手に伝える言い方は大切よね。吉久さんの言い方は、不幸にも石橋に火をつける形になってしまったわ。確かにな。子供たちと一緒にいるならなおさら、リスク管理をもっと意識しておくべきだったのかもしれない。そうだよな。想像力を働かせないとだな。だって石橋は、しょっちゅう事故を起こして、保険会社のブラックリストに乗るくらいの人間よ。ゴミカスボーイ。そういう相手に当たってしまうことも、残念ながら現実にはあるのよ。なんちゅうことだよ。安易に注意するのもはばかられる世の中だなんて本当に悲しいけどね。こんな風に悲惨で痛ましい事故が少しでもなくなってくれることを願うしかないわ。正しいことが正しく伝わらない世の中だなんて、ほんとどうかしてるぜ。判決。2018年12月3日、横浜地裁で裁判員裁判の初公判が開かれたわ。石橋は大筋で起訴事実を認めたけど、細部の内容の誤りを主張し、無罪を主張したの。はぁ、何言っちゃってんのこいつ。しかし12月10日の論告求刑公判で検察側は、危険運転致死傷罪が成立すると主張した。危険運転致死傷罪って？危険な自動車の運転によって、人を死亡または負傷させた場合に成立する犯罪のことよ。これじゃないかよ。これ、石橋のしたことは全くもってこれ。これまでは、危険運転致死傷罪は主にアルコールまたは、薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為について成立してきたんだけど、煽り運転のような行為が危険運転に該当するかは、この時は非常に曖昧だったのよ。そんな。だけど、12月14日の判決公判で横浜地裁は、公認停止非難したのよ。被害者の車両を停車させた行為に関しては危険運転致死傷罪が成立する。身勝手かつ自己中心的な動機で、常軌を逸した犯行だ。そして、石橋に懲役18年が言い渡されたの。二人も亡くなってるのに、たった18年。到底納得できないんだけど、こいつのせいで二人の娘さんのご両親がいなくなってるんだぞハゲ。それをたった18年とかどうかしてるぞ。だけど、弁護側は判決を不服として東京高裁に控訴したわ。なんだと。こっちが不服なんじゃい、さっさとぶち込まれて刑に服せ。そんで刑務所の中でネジと木材で作ったお手製ミニカーで遊んどけ。ところが、二審では一審の手続きに違法な点があったとして、裁判をやり直すことになったの。どういうこと？一審の裁判では公判前整理手続きの際、裁判所は危険運転致死傷罪は成立しない、という見解を示し、弁護側はそこは争わない戦略を立てていた。だけど蓋を開けると裁判所は判決で一転させて、危険運転致死傷罪の成立を認めたわ。弁護側から言えば不意打ちと言わざるを得ない。だから裁判手続き上、問題があったとしてやり直しとなったのよ。そんなこと言っても、石橋のあまりの悪質性に裁判所が成立させたんだから、さっさと認めてきっちりぶち込まれろつーの。差し戻し審は、2022年1月27日に初公判が開かれたのよ。まだ最近じゃないかよ。その空白の期間、遺族はどんな思いで暮らしていたんだよ。想像するだけでやりきれない気持ちになるよな。そうなのよね。でもその間に2020年7月施行の改正自動車運転死傷行為厳罰法で、要項が2つ付け加えられたのよ。それによると、走行する車の前で停止するなど、著しく接近する行為、高速道路や自動車専用道路で、停車するなどの方法で走行中の車を、停止徐行をさせる行為、このような行為で死傷事故になった場合、危
危険運転が適用となり、刑事処分対象となったわ。いつも誰かが被害に遭ってから法改正がされて、どうにもこうにも納得できないんだよ。誰も被害に遭わなくても、必要な時に柔軟に適用できる法の改正をお願いしたいんだ。2022年6月6日の判決公判で、東京高裁は危険運転致死罪を適用できるとして、石橋に求刑通り懲役18年を言い渡したわ。やっぱり何回聞いても納得できない。たった18年だなんて。二人の娘さんにすれば家族の時間はあの日で止まってしまって、家族の未来は完全にこの薄汚いバカのために奪われてしまったんだ。石橋が反省したり、悔やんだところで両親が戻ってくることはないんだぞ。こんな不幸な悲しい事故は金輪際、絶対に起きてほしくない。その通りよ、ハンドルを握るドライバーは、同乗者だけでなく、周辺の車や通行人の命も、すべて自分の腕にかかっているということをもう一度再認識してもらいたいわ。一瞬の判断を怠ってしまうと、一生取り返しのつかない事態になってしまうことを、私たちも含めて、運転する誰もが心に留めて暮らしていってもらいたいわね。そうだな。心に刻もう、運転気をつける、覚えた。この事件以降、ドライブレコーダーを自衛手段として取り入れる車が増えたわよね。そうだな。多くの車がつけてる印象だ。それも大切だけど、アンガーマネジメントもかなり重要だと思うのよ。なんでアンガールズのマネージャーが重要になってくんだよ。アンガーマネジメントよ。知ってる知ってる。運転中に少しでもイラッとする人は煽り運転予備軍なのよ。アンガーマネジメントを実践して、自分の中で起こりにくい仕組みを作りましょう。あいあいさ。まずは6秒かけて深呼吸することよ。何も考えないで深呼吸するのがコツよ。はい。次は家族の写真を見る。怒りを感じた時にパッと見ることで感情を抑えることができるの。ほい。そして合言葉を唱える。大丈夫。なんてことないなど好きな言葉を用意しておくこと。ほい。それから数を逆から数える。あえて数えにくい方法で数えることで意識を別に向けるのよ。もい。最後は、怒りの対象から離れることよ。相手が目に入らないようにすることが大切よ。へえ。さっきから真剣に伝えているのに、軽い返事は何なのよ。感情を表に出さない訓練をしていた。そうね。そういう訓練も必要なのかも。だけど、どうしてもダメな時は試してみてね。大丈夫。怒りの吐け口は、ちゃんと別にあるから発散できてる。なになに？怒りの発散方法ってどんなこと？匿名の SNS で霊夢を煽り倒すことだ。挑発する言葉を並べれば並べるほどスッキリする。こいつクソ最低いい。それも十分な煽り行為よ。そうだったのー。ブフブフ。ジャンガジャンガジャンガ。そこ知れなくキモい。今回は透明煽り運転死傷事故について紹介したよ。最後までご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。は。どうしたの？さっきから後ろを気にしてるようだけど。は、あって霊夢、いたのか。さっきからずっといたわ。で、何か後ろが気になることあるの？実は昨日恐ろしいことがあったんだ。信じてくれるか？信じてくれないなら話さない。聞いてみないとわからないけど。でもそこまで本気で何かに怯えているようだから信じるわ。困ってるみたいね。話してみて。わかった。じゃ聞いてくれ。実は昨日宇宙人に遭遇したんだ。信じるって言っちゃったー。言わなきゃよかったー。宇宙人が私にこう言ったんだ。ここら辺で食べられる雑草ないですか？って。雑草？ほら、地球に来て食料がないんだよ。だから雑草を食べようとしてるんだ。食料なんで真っ先に雑草を食べようとはしないと思うけど。それで？わからないですって答えたんだけど、それが気に入らなかったのか。昨日からずっと私の後を誰かが尾行しているような気がしてるんだよ。それは宇宙人じゃなくても大変じゃない。警察に通報した方がいいわよ。一体誰が尾行しているのよ。わからない。けど、あ、あいつだよあいつ。え？こんにちは。岡本信人です。岡本信人、野草好きのおじさーん。実は僕の趣味は雑草を食べることなんです。橋田先生、僕っておかしいですか？残念ながら橋田先生はもういないの。なんだよ信人かよ。だったらそう言ってくれよ。宇宙人と思ったじゃん。ひどいよひどいよ、クワックワックワ。笑い方キモい。宇宙人じゃなくてよかったぜ。どこをどう見たら宇宙人と思うのよ。バリバリ地味な地球人じゃないの。ということで今回は、宇宙人を脅しに使ったとんでもない男の事件よ。宇宙人を脅しに？許せねえ。許せないよ。しかも、10代女性に対してとんでもないことをしようとした男の年齢は74歳よ。74歳のジジイが10代女性にとんでもないこと？
胸クソな予感がするんだわさ。そうだよそうだよ。ピン子だって黙ってないよ。この男の背景もとんでもなく理解しがたいのよ。どういうコツ？マリサにもノブトにも理解できるように説明していくから、しっかり聞いていてね。了解です。ということで、ゆっくりしていってね。事件概要。この事件は、2022年12月12日に起きたのよ。めっちゃ最近なんだわさ。12月12日といえば漢字の日よ。毎年あれが発表になる日よ。なんでしょう？ああ、あれな。あれあれ。知ってるようなはたまた知らないような。知らないのよね。今年の漢字が例年、京都の清水寺で発表される日なのよ。ああ、あれか。今年の漢字はきっと広末だな。いきなり虹じゃないの。あの手紙のさ、くっついてくれて、入ってくれてってやっぱりそうだよな。失気症、そんなこと言われて男目線になるのやめて。事件に話を戻すわよ。キャンドル。事件は2022年12月12日に東京都東大和市のある家で起きているのよ。なになに？何があったの？話聞こうか？渋谷千秋43歳がアルバイト先の同僚10代女性の A さんに、こう言って自宅に誘うのよ。いい占い師がいるの。占い師？まあ少女は占い大好きだもんな。当たる占い師ならいいんじゃないの。千秋の自宅で待っていたのは、渋谷博人74歳だったわ。その見た目はかなりインパクトあるの。この男よ。いやいやこいつヤバすぎだろ。特撮物の悪玉の幹部みたいな顔してんな。で、こいつが占い師なの？自宅に？なんで千秋の自宅に占い師が？なんで？マリサ鋭い、お見事。けしゃ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 。あれ？ちょっと待って、渋谷って名字が一緒じゃん。もしかして父親？いいえ、千秋は博人の元妻なのよ。元妻？30歳も上の旦那だったってこと？どういうコツ？元妻の家に元旦那？占い師？悪玉コレステロール？どういうコツ？マリサが混乱するもの無理ないわ。ヒロヒトや千秋らは奇妙な暮らしぶりなんだから。やっぱり奇妙ですよね。それは後で説明するわね。ヒロヒトは A さんに対し、とんでもないことを言うのよ。あなたは宇宙人に連れ去られ、皮を剥がされ食べられる。死を回避するためには私と成功するしかない。成功。肉体。こいつ何言っちゃってるの？正気ですか？頭大丈夫です？その後、UFO だとされる映像を A さんに見せ、信じ込ませて脅そうとしたのよ。どんな状況で、この話してるんだよ。吹き出しちゃって聞いてられないんだけど。私たちならわかるけど、相手はまだ10代。素直に信じ込んでも不思議じゃないわ。ああなるへそ。心が綺麗だもんな。っておい、おいおい、わしも心綺麗だわい。通過綺麗動向じゃなくてそんなもん信じるやつおらんわい。ヒロヒトは A さんをマインドコントロールして、自分の言いなりにしようとしていたわ。出ました。このチャンネルの NG ワード、マインドコントロール出ましたよ。マインドコントロールは一度信じると、抜け出すのに時間が必要になってしまうわ。A さん早く帰ろう。ここから一刻も早く出て。インチキおじさん登場してますよ。そして、ヒロヒトは A さんに畳みかけるようにこう言ったというのよ。警察に話したら助けられなくなる。はぁ。わけのわからんお前より警察のが信用あるわい。こんな風に A さんに言い、警察に通報させないようにしたのよ。ちょい待って待って、もしかしてだけど、こんな怪しいおっさんを信じちゃったの？ A さんは若いけど聡明だったわ。と言いますと、家族や友人に相談し、説得されて警察に通報したことで事件が発覚したのよ。よかった A さん、変なことに巻き込まれずに済んで何よりだ。あら？解決したんじゃない？これ。今日はもうこれで終わりっすか？お疲れした。ジョッキスシローで醤油ペロってくるわ。マリサ、安心するのはまだ早いわ。なぬ？この事件から発覚したのはヒロヒトの過去の事件と、ヒロヒト家族の奇妙な生活なんだからね。まだまだあるんだから帰らないで、あと醤油ペロっちゃダメ。なんだと、事件にはまだ続きがあったということか。次は、ヒロヒトがどんな男なのかを解説していこうと思うわ。よろしく頼むんだぜ。ヒロヒトという男。昭和23年生まれのヒロヒトは、東京都豊島区の賑やかな家庭で育ったそうよ。ほうほう。幼い頃は、おばあちゃん子の優しい子供だったそうなのよ。なんでそんないい子がこんなことに。性格はおとなしく、スポーツは苦手な子だった。小学校から高校まではいじめにあってたみたい。あらららら。かわいそうに。周りからの印象は、暗い子供だったみたいだわ。この暗い子がタイムマシーンに乗って将来見たらもっと暗い子になりそうだけどな。拓殖大学小学部貿易科を卒業まで、女性と付き合ったことはなかったそうよ。チェチェ、チェリーボーイ。
大学を出てからは自宅で建築関係の仕事をしたり、アルバイトをしていたの。大学出たのにもったいないわ。だけど、その後、臨床検査会社の営業として就職したわよ。就職おめでとうございます。もしかすると、1974年に最初の妻と結婚したから、それを見越して就職したのかもね。最初の妻？妻は大体最初で最後だ。ちぎりを交わして妻は生涯一人だよ。うんまあ、それが理想的よね。1995年から今の自宅に住み、その家で妻と子供と幸せに暮らしていたのよ。いいねえ。憧れのマイホームで家族に囲まれハッピーライフじゃん。ヒロヒトは子煩悩で、いつも胸ポケットに子供の写真を入れて栄養を頑張っていたわ。ところが、引っ込み思案で人付き合いが苦手な性格が災いしてか、7年で仕事を辞めてしまうの。そうか。会わなかったら仕方ない。でも子供が生まれたんだから働かないとな。切り替えていこう、次だ次。そうなのよ。ヒロヒトは運送用の赤棒の仕事を始めるんだけど、それはとても重労働だった。大変なお仕事だもんな。ご苦労様です。だけど家族のために頑張れヒロヒトを。ところが残念なことに、ぎっくり腰になってしまって、ここも退職してしまうのよ。あららら。八方塞がりだわ。お金の切れ目は縁の切れ目と申しましょうか。嫌な言い方よしこさん。幸せな結婚は長く続かず、1999年に25年連れ添った最初の妻とは離婚してしまうの。最初の妻ああ。でも25年も連れ添ったんだな。ところが、一説にはこの離婚は金銭というよりも、妻が信仰宗教にのめり込んだからという噂も。あらま、まあヒロヒトも切り替えていこう。次だ次。ところが、ヒロヒトはこの離婚をきっかけにタガが外れたように暴走し始めるのよ。なんですとおお、最初の妻カムバーク。それじゃあ、次はヒロヒトの暴走の様子をお伝えしていこうと思うわ。おなしゃす。ヒロヒトの暴走。2000年2月頃から自宅で、ヒロハウスと銘打って、占いを始めたそうなのよ。ヒロハウス？フルハウスみたいだな。いやでも、ヒロヒトに占いの力があったなんて早く言ってくれたらよかったのに。すごい才能持ってたんじゃん。いいえ。おそらくそんな力はヒロヒトにはなかったわ。なんですと？インチキだってことを？資格がいらない占いにヒロヒトは興味を持ち始め、手始めに占い師のアシスタントを募集したの。はい？ちょいちょいちょい、形から入るタイプ。アシスタント募集にやってくる女性に対して、簡単なマジックを見せたり、脅しに近いような催眠術を繰り返して洗脳していったらしいのよ。占いどこ行ったん？何その洗脳って？通過客じゃなくてアシスタントを洗脳？こいつ頭いっちゃってるー。そうこうしているうちにアシスタントの女性は11人も集まり、共同生活を始めるわ。いやいやいや、話がぶっ飛びすぎて、全くついていけないんですけど。占いどないなったんじゃい、でもってアシスタント多すぎー、引きた天候か。占いの専門書を買って読み漁ったらしいけど、全く理解できなかったみたい。絶対読み漁ってはないだろ、読み漁るとかいうやつほど大して読んでない説。何でもインチキしようと思ったら頭が必要よ。賢くないとね、ヒロヒトは欲しか頭になさそうね。欲の塊。そして驚くことに、この11人の女性すべてと婚姻届と離婚届を繰り返し出し、結婚と離婚を繰り返していったのよ。アシスタント全く関係ない。まさかの一夫多妻制みたいな発想かな？アシスタントもなんでそんな簡単に書類に反抗しちゃうの？ヒロヒトはおそらくハーレムを作りたかったんじゃないかしらね。なかなかぶっ飛んでるな。ネジ3個くらい外れてんぞ。さらにヒロヒトは、毎月女性たちから8万円ずつ教室金としてお金を受け取っていたの。巨乳金？なにその卑猥なやつ。教室金よ。提供するお金だから、ヒロヒトに毎月決まって渡さないといけないお金かしら。なんその金、どういうこつー。つうか、8万円が11人ってことは、88万円。なんもしなくてアシスタントとは名ばかりの女性たちから毎月88万円。どっきゃあ、100円くれくれ、うぷ主、私たちにも巨乳金出してけろ。すごい大金が毎月ヒロヒトの元に入ってくる計算よね。紐旦那やないかい。だけど、こんなインチキ占い師のアシスタントで教室金を支払えるくらい占いは繁盛してたのか？いいえ。女性たちは外へパートに出て働くのよ。ハワーハワー、占い師アシスタントちゃうんかい。なんで外？パート、はぁ？女性たちは、半分は外へ働きに行き、もう半分は家事専門として分担していたの。女性たちの毎月の給料はヒロヒトが管理し、全員に分配する形で生活していたのよ。この人たち、なんでこんな生活なんだ？弱みでも握られてるのかな？いいえ、これは一種の洗脳ね。ヒロヒトのマインドコントロールだと思われるわ。
なぬなぬぅ？女たちの容姿は皆よく似ていたの。ヒロヒトの好みで、髪型はロングヘアにすること。そして、服装は下着の見えそうなミニスカートと決められてたわ。わかめちゃん。ヒロヒトお前何様だ、あーん。こら。そんな娘を心配し、連れ戻そうとし、ヒロハウスを訪れた高齢夫婦がとんでもない目にあったそうなのよ。なぬ？2005年、娘さんの手を取り連れ帰ろうとした両親は、スプレーを顔に吹きかけられ、好きでここにいるんだから、帰らない。と抵抗されたというのよ。およよよよ。両親は、近隣住民の自宅に駆け込み、こう訴えたというのよ。目に何かをかけられたので、洗面所を貸してください。おそらく催涙スプレーだったんじゃないかと思うわ。恐ろしいな。警察も介入したみたいだけど、本人が帰らないと言ってる以上は仕方ないと。両親は泣く泣く帰ったそうなのよ。両親かわいそうにな。マインドコントロールがこんなに強固だとは。2005年にアルバイトのアシスタントに応募した30代女性の B さんが、取材にこう答えているわ。なになに？教えろください。占いのアシスタント募集に履歴書を送り、1週間ほどで面接に来てくれと連絡があった。家の中はハワイアンテイストだった。目がうつろなに10代女性に案内されて、2階の部屋に入りました。その部屋はカーテンが閉め切ってあり、15時なのに真っ暗でした。椅子に座るように促され、座っている男のシルエットは見えたものの、目の前のライトを真正面から照らされ、何も見えない状況でした。ドラマの取り調べ室の雰囲気さながらに、男は私を脅し始めたのです。これから不幸が起きる。大変なことになる。不幸って具体的にどういうことですか？具体的には言えない。家族に不幸が起きるんですか？それとも事故ですか？はっきり言えないが、とにかくとんでもないことが起きる。なんなんこいつ、返答用意してないんかい。薄っぺらい回答ばかりじゃん。なんとかはぐらかしているつもりなんでしょうね。B さんの方がヒロヒトより上手だったのよ。これで上手だったら大体の人が上手なんじゃないの？続き教えろください。不幸になったらなったで、しょうがないじゃないですか。大体、面接に来い。と言っておいて、暗い部屋でそっちの顔も見えないなんておかしいじゃないですか。B さんグッジョブ。私も同じこと思ったぜ。そうだそうだ。それでそれで？ヒロヒトは？はよはよ。だんまりを決め込んだみたいだわ。はぁ、しょうもな。でもよかった。逆上とかしなくてよかったぜ。ちゃんとした面接ができないなら帰ります。ベリーベリーグッジョブ B さん。こんなやりとりがあったみたいだから、ヒロヒトの脅しに屈しておののく女性には、畳みかけるように共同生活を勧誘し、引き込んでいくんでしょうね。人の弱みにつけ込む卑怯な野郎だな。早くこんな男しょっぴいてくれ。こんな風に調子に乗っていたヒロヒトは、とうとう2006年に逮捕されるのよ。ほれ見ろ、ゴルア、ヒロハウスじゃねえんだわ。それで？おっさんは何したんだ？また面接で自宅を訪れた女性にヒロヒトはこう言ったのよ。私の言うことを聞かないと、工場で切り刻まれてミンチにされる。ここで見たことを誰かに話したら、病気になったり、事故で、丸される。こいつマジで何言っちゃってんの？こんなこと真面目に言うやつ恐怖なんだけど。私は自衛隊幹部、周りにスパイがいる。ここを出て行ったら命の保証はしない。このハゲ、自衛隊員っぽいもんな。このハゲに騙されてる11人がかわいそうだ。このようなことを言って集団生活に加わるように脅して迫ってくるのよ。このハゲ、変な雰囲気出してるからある意味怖いから言うこと聞いちゃうのかな。結局、この時の言動で脅迫罪で逮捕、起訴され、懲役1年6ヶ月、執行猶予4年の有罪を受けたわ。ざまあみろクソッパゲ、がっつり有罪判決じゃん。事件の後半で、ヒロヒトはこのように反省し、今後のことを約束したのよ。なぬ？拘置中に色々と考えて気持ちが変わった。同居した女性たちは全員実家に帰ってもらう。自活の道を選んで彼女たちとは別れる。こんなことは二度とやりたくありません。こいつのことだからあまり信用できねえな。その通りよ、マリサ。うろう、けしゃしゃ。こんな風に言っておきながら、ヒロヒトは自宅に戻っても一夫多妻生活をやめることはなかったわ。ほれ見ろ、言うだけやないかい。結局、一度目の有罪判決後も女性は出ていかず、8人も共同生活を続けていたみたいなのよ。11人から8人、3人は退去したんだな。よかった。でも8人は洗脳状態から抜けられないのか。どんなこと言ったら信じちゃうんだろうな。2006年の事件後、女性たちを取り戻そうと迎えに来るお母さんが家に押し寄せたのよ。そりゃそうだよ。洗脳されている娘をなんとか救い出したいよな。わかるぜ。
昼夜問わず、女性たちの家族が家の前に立ち、なんとか連れ帰ろうとしていたみたい。ご家族も心配で仕方なかっただろうよ。かわいそうにな。でも結局、娘を取り戻せたのか、真相はわからないままよ。あわわわわ。それにしても、ヒロヒトがなんでこんな生活をするようになったのか気にならない？だから、最初の妻と離婚しておかしくなっただけだろ。タガが外れておかしくなったんだけど、こんな考えをインタビューで答えているのよ。インタビュー？2006年の逮捕される前にヒロヒトの自宅にマスコミが殺到したのよ。そりゃマスコミが飛びつきそうな頭と見た目のおかしなおっさんだもんな。ヒロヒトは得意げに女性にモテる秘訣や、紐生活の極意などをペラペラ喋ったのよ。どうかしてるぞハゲおっさん。胸クソなインタビューだけど、ヒロヒトの思考回路がよくわかるインタビューだから紹介するわね。先生、モテる秘訣を教えてください。ヒロヒトのインタビュー。2006年の逮捕前、ヒロヒトの自宅に殺到したマスコミにヒロヒトが得意げに語ったインタビューよ。同居女性を増やせば女性らの収入で生活が安定するし、欲望も満たせる。地獄送りにしたろかい。寂しさや孤独が、大勢の女性がいることで解消できた。子供の頃に見たディズニーのアニメの中で、男女10人が一緒に暮らす姿を見てから、ずっとそんな生活が僕の夢だった。なんそのアニメ、そんなのあった？誰かこのアニメがわかる人は教えてください。6年前に最初の神さんと別れてから、男だったら夢見ていた生活を実現しようと思った。一夫多妻は日本で認められてないから、結婚と離婚を繰り返した、全員妻だと思っている。このおっさんもおっさんだけど、女たちも女たちよね、どうかしてるわよ。その通りだ。毎月8万払ってなんでハゲの欲望を満たさなきゃいけないんだよ。これだけじゃないわ。驚くべきはこの発言よ。まだあるの？ある呪文を唱えると、水鳥のヒナが、初めて動くものを見た時に親と錯覚する夢を見た。ちょっと試してみたら、女性がどんどんついてきて10人を超えてから怖くなってきた。結婚するなら5人以上集めると家庭が安定します。女性たちの表情を見ていると、したい、と思っている子はわかるんです。そうすると、どちらともなくそういうことになります。私は絶倫と思われがちですがそうではない。一晩に全員を相手にするわけない。ジョギングみたいな感じです。黙れハゲ。短期間21回も結婚、離婚を繰り返し、女性みんなに渋谷を名乗らせているの。うっわー気の毒。8人の女性に8等分ずつ土地も贈与しているわ。この女性たちは、こんな風に話しているのよ。ヒロヒトさんは誠実で嘘をつかない。信頼できる人だ。いやいやいや、宇宙人が襲ってくるって時点で大嘘なんだわさ。早いとこ目を覚まして、騙されてるって。おそらく女性たちは、自分たちが騙されていることにも気づいていないわ。これがマインドコントロールの恐ろしさか。洗脳の手口の誘い文句の一例がこれよ。人間は宇宙の家畜で、それぞれ特定の日にさらわれて、丸されている。それを防ぐには、私の遺伝情報を注ぎ、情報を書き換えるしかない。方法なるへそ。うんうん。って何それ？だから何それ？ヒロハウスでは、深夜3、4時になると、ある儀式が行われていたそうだわ。儀式？真っ暗な部屋にろうそくが1本立てられ、ヒロヒトがブツブツ呪文を唱えるのよ。怪しさ満点だな。そうすると、女たちの体がゆらゆら揺れ出し、1時間もの間女たちは髪を振り乱して、揺れ続けていたみたいなのよ。こわこわこわ、やっぱりこわ、通過占い師でもないくせに何の呪文？好きときめきとキス。シークルシークル。え？え？え？いや何それ？え？え？え？これは、ヒロヒトが夢で見たという、モテる呪文だそうよ。だからなんそれ？先に説明したように、水鳥のヒナが初めて動くものを親と錯覚するのと同効果があるそう。ふわっくー、嘘だろ？この日本の男性諸君に捧げよう。視聴者の皆さん、この呪文で劇的に人生が変わった人は教えてください。きっといないわ。呪文のせいで女性から気持ち悪がられるリスクが大きい。究極の選択だな。だけど2006年逮捕当時は、11人の女性と1人の女児と暮らしていたそうよ。女児？25歳の女性とヒロヒトの間に生まれた子供と言われているわ。紐のくせに？そうよ。紐旦那のくせに、だけど、時を経て17年後にまた同様の事件を起こすのよ。ヒロヒト2度目の犯行。冒頭にも説明した通り、A さんに対し、ヒロヒトと元妻の千秋は自宅に誘い込み、性の敵の暴行を加えようとした疑いで2023年2月7日に逮捕されたわ。それでそれで？
A さんに対し、UFO が登場する謎の映像を6時間もの間見せ続けて脅し、投げあなたは近々死ぬよ。宇宙人に連れ去られて皮を剥がされて食べられる。死を回避するためには、私と肉体関係を持つしかない。肉体。ヒロヒトのよくわからない理論をもとに、性の敵の暴行を加えようとしたのよ。自分と肉体関係を続けないと意味がない。はぁ、何言うてんの？こいつ、意味なんて最初からないやろがい。A さんは再び誘われたけど、家族と話し合い、警察に相談し、それ以上の被害は免れたわ。よかった。だけど千秋はなんでこんなことを？同僚といっても10代の痛い気な少女を騙して連れてくるなんて、どんな神経してやがるんだ。千秋は、逮捕後黙秘を続けていたから、本当に洗脳され、信じ込み協力したのか。それとも故意で、理解していて犯行に及んだかは分かっていないの。それにしても、このインターネットの普及した現代に、あんなおっさんの言う、わけのわからないファンタジーがまかり通るとは思えないけどな。そうなの。それはヒロヒトも誤算だったと思うわ。誤算って？17年前はわけのわからないファンタジーが通用したかもしれないけど、今はネットからの情報がたくさんあって、どんどん調べられる時代なのよね。今は10代の子供の方が情報を得ていて知識豊富な印象もあるくらいだわ。ヒロヒトの方がアップデートできてなかったってわけか。そうでしょうね。2006年の頃のように、10代の女性でもそう簡単に騙せなくなってたのね。お前の子供騙しの脅しに乗るかっての、自分の欲望のためにわけのわからん嘘をついて、たくさんの女性を騙し、洗脳状態にして紐生活をしていた罪は大きいことなんだぞ。早く女性たちの目が覚めて、こんな異常な生活から一刻も早く逃げ出してもらいたいわ。そうだな。20年近くこの家で生活していた人にとっては、外の世界は住みにくいかもな。でもそれがヒロヒトの思うツボなのよ。当時は若かった女性も今は高齢化してるわ。なぬ？女性の年代は上は70代、下の世代でも40代だと言われているのよ。まあまあだな。社会で接点を失った者たちが、疑似家族を通して安堵感を与え合っていたんだと思うの。だとしても、宇宙人おっさんになんて頼らなくても、この世は大きく広いからな。ん？私みたいな立派な人間と友達になろう。もっと楽しい人生を教えてあげるぞ。なんだかマリサにそう言われると、かなり、というか結構不気味なんだけど、ブヒャッキャブヘオホホホ。天文学的に肝。ということで今回は一夫多妻の男の事件について解説したよ。最後までご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ああ、特殊な力が欲しいな。急に何の話？特殊な力？道端に落ちてるものでも、お腹に優しいものを見極める力とかさ。え？ほら、私って道端に落ちてるもの拾ってよく食べる方じゃん。やめた方がいいわよ。中にはあるんだよ。道端で拾ったものでもお腹壊さないものがさ。やめた方がいいわよ。でも、ロシアンルーレットみたいに全くダメなものも中にはあるんだ。だからやめた方がいいわよ。だから、落ちてるものを拾うたびに5000円もらえる能力が欲しい。さっきと違う能力になってるじゃない。あとはさ、自動販売機を全部確認して回らなくてもいい能力とかさ。え？いつも自販機見かけるたびにお釣り残ってないか確認するじゃん。やめた方がいいわよ。大きな街とか行くと100メートル歩くだけなのにすごい時間かかんだよ。やめた方がいいわよ。だからさ、自販機見かけるたびに5000円もらえる能力。さっきと全然違う能力じゃない。そういう特殊能力欲しいよな。だったらシンプルにお金を生み出す能力でよくない？バカだな。そんな能力で得たお金は自分の身にならないぞ。お前が言ってる能力全部身にならないわ。はいはい、そういうことにしときます。こいつぜー。お前がだよ。ということで今回は、特殊能力つながりの改造人間が起こした事件を解説するわ。改造人間って実在するの？正しくは、改造人間を演じた男の事件ね。演じた？ちょっと何言ってるのかわかりません。俳優の男が起こした事件ってことよ。そしてその結末は悲しい事件なのよ。知る男優。それは全く関係ないわ。気になって仕方ないぜ。早く教えろください。ということで、ゆっくりしていってね。事件概要。この事件は、1975年4月29日に東京都新宿区のマンションで起きたわ。4月29日って昔は緑の日だったよな。いつの頃からか昭和の日とか呼ばれてわけわかめだよな。そうなの。元号が平成になり、天皇誕生日が12月23日に変わったのよね。ほうほう。4月29日を平日に戻すには国民の生活に影響が出そうだから緑の日という名前に変えて、祝日としてそのまま定着したという流れがあったのよ。なるへそ。
そして今は昭和の日ね。あとわけわかめっていう言い方、昭和を感じるからやめた方がいいわよ。そんなこと言われたら涙がちょちょ切れるよ。それも昭和丸だしよ。話を戻すわ。東京都新宿区の高級マンションである女性が変わり果てた姿で発見されたの。ええ、変わり果てた姿って早速ヤバいところから始まりますな。電話機のコードで首を絞められてお亡くなりになっているのが発見されたの。わわわわ、ご冥福をお祈りいたします。犯人は高級マンションということだから強盗目的かもしれないな。ブッブー、マリサ、ブッブーです。ブッブー、なんか言い方腹立つなぁ。後に判明した犯人の報道は国民を震撼させ注目を集めることになるのよ。誰誰？私の知ってる人？犯人は被害女性の交際相手だった男よ。交際相手か。ひどいことしやがる。でもなぜそれが国民を震撼させるの？この交際相手というのが俳優の藤沢洋次郎23歳だったのよ。うん、ごめん、全くちっともこれぽっちも知らない人だな。確かに藤沢は駆け出しの俳優だから知らないかもしれないわね。じゃなんで国民が震撼すんだよ。わかった。この画像じゃわからないけどその男はハゲてたんだな。それくらいじゃ震撼しないわ。実は今回の被害者の女性は大人気の女優さんだったのよ。誰誰？私より可愛い人？それとも可愛くない人？この人が当時人気だった女優の菊陽子さん24歳。あら、私と同じくらい可愛いな。ギリ私が勝ってるくらいかな。かなり美人で可憐な女性よ。だけどちょっと申し訳ないっすけどこの方もあまりよく知らないんだわさ。そうよね、昭和50年のことだから今の世代の方々にはわからないかもしれないわ。昭和50年ってどんな年？大関だった初代貴乃花が初優勝した年ね。アドデーボグデーの貴乃花？そのお父さんね。それとエリザベス女王が来日した年だわ。ふーん、そうなのか。山陽新幹線の岡山博多駅間が開業した年でもあるわね。そうなんだね。ふん、全く興味ないじゃない。まあちょっとアダルトな人にしかわからない時代の人気女優さんというわけだな。視聴者の中でよく覚えてるという方はコメントで教えてほしいんだぜ。教えてね。それじゃあ事件を紐解く前に大人気女優菊陽子さんの人物像からお伝えするわね。よろしく哀愁。人気女優菊陽子さん。陽子さんは1950年9月26日生まれ、神奈川県横浜市出身よ。浜っ子じゃないのさ。お父さんが48歳前後で生まれた娘さんということで可愛がられたようね。目に入れても痛くないとか言うよな。そうね、遅くにできたお子さんだから大事にされていたでしょうね。でも目の中に入れて痛くないものなんて絶対にないぞ。知らんけど。お父さんは会社役員という情報だから実家は裕福だったのかもしれないわね。陽子さんは2歳から子役モデルとして芸能界で活躍しているのよ。小さい頃から可愛い系ね。はいはい、実家が裕福で美人なんて羨ましいな。まあ私も似たようなもんだけど。あ、そう。そして9歳くらいまで芸能活動を続け、中学進学を機に学業専念し活動を休止するの。かっこよ、身の引き際かっこよ。陽子さんのかっこいいところは他にもあるのよ。何ですと？陽子さんは6歳から日本舞踊を習い、15歳で名取の免状を取ってるわ。へえ、すごいんだわさ。で、それってすごいの？名取は、一人前の日本舞踏家として認められた証となるのよ。ごいごい数若干15歳で認められるなんて、すんばらしいな。そして陽子さんは、お嬢様学校として有名な昭和学院高校に進むんだけど、中学3年生で NHK 主催の新人オーディションを受けに合格し、芸能活動を再開してるわ。お嬢様高校と芸能活動の二足のわらじってやつじゃないかよ。金持ち、美人、才能、順風満帆、羨ましい、ぐー。芸能活動再開後は、立て続けに人気ドラマに出演し、滑り出しは順調そのものだったわ。順調すぎてちょっと鼻につくのは、私だけでしょうか？チェッチェ。子役から女優への素晴らしい転身を果たし、21歳で特撮ドラマの主人公に抜擢されるの。主人公、好き好き魔女先生、という作品よ。魔女先生。先生が魔法で時間を止めて生徒にいたずらしちゃうのかな？グヘッヘグヒッグヒャグホ。唐突に肝。この作品は、特撮変身ヒロインものではパイオニア的存在の作品なのよ。ほほう。放送から半世紀以上経った今でも一部のマニアの間ではすごい人気なのよ。なんだかすごい作品の主人公だったってことだな。月光役の陽子さんは、アクションが多い役どころなのに、見事に演じきってるのよ。日本舞踊からアクションまで幅広くできるなんて才能に恵まれた人だな。今でもこの作品は DVD 化もされてるの。根強い人気があることを物語ってるわね。
ごいすう。そんな陽子さんにとって、代表作となった好き好き魔女先生の中で、後に加害者となる藤沢と共演することになるのよ。なになに？どうなるの？気になるなる。それじゃあ次は、藤沢のことを紹介するわね。おなしゃっしゃす。藤沢という男。藤沢は俳優をなりわいにしていたけど、陽子さんが光なら、藤沢は影だったと思うの。なぬ？光と影？どういうこつう？藤沢の出演作は数作あるものの、いずれもレギュラー出演ではなく、いわゆるちょい役よ。どの役もすべては脇役だったわ。ガビビビーン。そうだったのか。志だからといっても、売れるかは別だな。大変な商売だなほんと。難しい世界なんだろうと想像がつくな。中でも藤沢が今までに演じた一番の大役は、仮面ライダーの怪人、ヤモゲラスなのよ。マンモグラフィ？検診は2年に一度定期的にな。ヤモゲラスはヤモリの特性を生かした人造人間で、口から白い凝固液を出して、相手を石膏のような殻に閉じ込める怪人なのよ。なんその怪人？それって実在の人物？フィクションよ。そして好き好き魔女先生でも藤沢は、脇役で出演してたのよ。あらららら。脇役男優。それが出会いのきっかけなのか。ここがきっかけで交際に発展したわけではなさそうなんだけど、共演したことで、顔見知りにはなっていたみたいだわ。顔見知りになっただけで？交際？直接のきっかけはわからないけど、同じ芸能事務所に所属していたから、顔見知りとなったことで事務所内でばったり出会って仲良くなる、みたいなことはあるかも。ほうほう。それで藤沢が可愛い陽子さんを口説き落としたのかな？いいえ。意外なことに逆なのよ。逆？予想に反して、アプローチは陽子さんなのよ。しかも積極的にアプローチしたらしいの。ええー、めっちゃいいじゃん。こんな美人に言い寄られる世界線経験したいぜ。うぷ主の声が漏れ出しちゃってるわよ。ハウアー、森へ帰れ。1975年の初め頃から、二人は交際を開始したと言われているわ。だけど陽子さんは大人気女優だろ？藤沢はちょい役俳優じゃん。釣り合わねえ。マリサ鋭い、お目が高い。まあどちらかというと目は上の方についてるけど。陽子さんの父親は、二人の交際には大反対していたわ。あっちゃ。まあそうだよね。陽子さんくらいならもっと他にいい人、たくさん見つかるだろうしな。1970年代の日本の風潮では、男性側の収入が低いことは反対される要因になったのかも。なるへそなぁ。二人は、今でいう格差カップルだったってことよ。ああ。藤原のりかと陣内智則ってこと？まあそういう感じね。三原純子と小原ってこと？うんそれね。矢口真理と中村雅也ってことか？うん。だからそれだって、格差カップル並べ立てなくていいわよ。っていうか、全部破局してるじゃないのよ。大体格差カップルの慣れの果ては、破局だろ。うまくいった試しなんてないだろ。そんなことないわよ。田中美佐子さんと深澤。あ、はいダメー。脱線やめてもらえます？ち、で、陽子さんと藤沢カップルはうまくいってたの？最初は良かったのよ。最初はね。なぬ？不穏な予感。やっぱり収入の差が歴然だったわ。そりゃそうだろ。主人公とヤモゲラスじゃ火を見るより明らかだぞ。当時、陽子さんの月収は100万円を優に超えてたのよ。100万円。100円ちょうだい、ちょうだいちょうだい。陽子さんの住まいは新宿の高級マンション。片や、藤沢の住まいは安アパートだったの。そりゃあね。ヤモゲラスだからさ。でも下積みを経てな俳優になってる人も、ワンサカいるじゃないかよ。こんにゃろう、と芸を磨いたらいいじゃん。藤沢がその悔しい気持ちをモチベーションにできれば、どれだけ良かったか。はいはい。嫌な霊夢が出ましたよ。霊夢って事件の話してる時が一番生き生きしてるな。嫌な言い方やめて。当時、役者としての仕事が少なかった藤沢は、暇を持て余していたの。そこで、陽子さんの撮影現場に無断で押しかけたりしたこともあったわ。だけど相手は無名俳優よ。見学を許可されずにテレビ局を追い出されたりしたわ。ダッサ、嫌だなそんな彼氏。つうか、暇を持て余すなら働け。俳優の仕事がないならバイトしろ、見学するなら稽古しろ。ご名答、藤沢は陽子さんに夢中になり、いつしか陽子さんしか見えなくなってたの。大丈夫かよ。仕事のない藤沢をよそに、人気が上昇する陽子さんの仕事量は日ごとに増えていくわ。必然的に陽子さんは、藤沢の知らない現場で活躍していき帰りもどんどん遅くなっていくの。忙しくなりすぎると心配しちゃうよな。すると二人はどうなると思う？まあ一般的には、藤沢は心配だから、小さくなって陽子さんのポケットに入るよな。南くんの恋人的発想、一般的ではないでしょ。そうなの？二人は、だんだんとすれ違いが増えていき、
藤沢は疑心暗鬼になり始めるの。陽子さんが仕事先で浮気しているのではないか、と疑い始めるのよ。なんで？被害妄想にとらわれ、共演俳優やプロデューサーなどと浮気をしていると不安になり、毎日のように深夜に電話をかけたり、陽子さんのマンションに忍び込んだり、徐々に藤沢はストーカー化していくのよ。ストーカーかよ。厄介な方向に行っちゃったよ。自分はいつか捨てられるのではないかと精神的に追い込まれていくのよ。そんなことしてる方が捨てられるぞ。なんでそんなに不安定になるんだよ。それにはちゃんとした理由があったわ。なぬ？理由？実は陽子さんは漫画家の石ノ森章太郎先生の愛人だったのよ。ああ、愛人、ふわっふ。石ノ森先生は人造人間機械だや仮面ライダーシリーズなど特撮作品の原作者としても有名な人なのよ。特撮作品の原作者ってまさか。マリサ、今日は冴えてる冴えてる。何が何が？何がってばよ。陽子さんの代表作となった好き好き魔女先生は石ノ森先生が原作者よ。つうことは、陽子さんは石ノ森先生相手に枕営業をしていたそうなの。ええ？枕？つうことは、肉体。これはふわっく祭りじゃないか。それで勝ち得た主人公なのかもしれないわね。いやいやまさか、いやいやそんなことないっつうの、石ノ森先生どうなの？後に石ノ森先生は、自伝的エッセイで書いているから間違いないはずよ。本人が言ってるんかーい。ちなみに菊陽子という芸名も、本名の菊池陽子という名前に三髄が入ると、縁起が悪いということから、石ノ森先生が名付け親だったらしいのよ。こやただならぬ関係、大確定いたしました。つうかこんな美人を愛人に。私、漫画家になります。男目線やめて。でも業界では有名な噂だったみたいだから、同じ事務所の藤沢がこの噂を知らないはずがないのよ。それで余計に、浮気の可能性が高いと疑心暗鬼になったということか。そしてとうとう、藤沢は取り返しのつかない行動に出てしまうのよ。オーマイガッドブラザー。藤沢の犯行。1975年4月29日、藤沢はこの日、陽子さんの自宅に無断で侵入していた。そして、午前3時頃陽子さんが電話で男性と話しているのを藤沢は聞いてしまうの。いや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 。潜んでいるのが怖いんだけど、ホラーだから。しばらく電話でやり取りしていた陽子さんがある言葉を発したことで、藤沢にとんでもないスイッチが入ってしまうことになるのよ。ガビビビーン、やめてやめて。そろそろ指輪が欲しい。明日の朝9時に起こして欲しい。このやり取りを聞いてしまい、藤沢の中の疑惑が確信へと変わってしまったの。ええー浮気相手の男性に結婚指輪をねだり、翌朝のモーニングコールを頼んでいると思ったわ。でもそうでしょ？そういうことでしょ？それ以外なくない？この真相は後で説明するわね。藤沢は激高し、陽子さんの言い分は、全く聞かずに手や電話のコードを使って閉めてしまうのよ。嘘だ。陽子さんが力尽きて動かなくなり、その時に藤沢はふと我に返ったのよ。そして、自分の犯した罪にどんどん恐怖を感じ始めるの。今頃我に返って後悔したところで、もう陽子さんは生き返らないんだぞ。もう遅いんだよ。クソヤモゲラスが。そして、遺書のような書き置きを残して現場から逃走するのよ。俺の人生で最も愛した女。それが陽子です。それゆえの結末です。互いに愛し合わなければよかった。神様あの世で二人を幸福にしてください。少なくとも陽子だけは、愛していればこそです。皆さんどうもすみません。今日でちょうど3ヶ月目の恋でした。ポエマーかよ、ふざけんじゃねえ。そんな勝手な思いで人の命なんだと思ってる。通過付き合ってたった3ヶ月かよ、バカタレが。その後、藤沢は世田谷に住む友人を訪ね、犯行を自白しているの。午後には警察に自首するつもりだから、警察に同行してほしい。ええ、警察に同行？荷が重いなぁ。これは断ってもありなお願いかな？白状なこと言わないでよ、一世一代のお願いじゃないの。同行してあげましょう。そういうもんですか。そういったものの、藤沢はすぐに友人宅を立ち去ってしまうのよ。ほ、肩の荷下ろさないの。でも、友人は胸騒ぎがしたんでしょうね。慌てて警察に通報したのよ。グッジョブ友人。そうこうしてるうちに陽子さんの自宅にモーニングコールが鳴り響くのよ。そうだった、翌朝9時のモーニングコール。ところで相手は誰なんだ、プロデューサー？若手俳優？石ノ森先生？もちろんモーニングコールに出る人はいないわ。そだな。不審に思ったモーニングコールの相手は、仕事先まで足を運ぶの。何？何者？石ノ森先生？それとも藤子不二雄 A 先生？そして、その現場に陽子さんが現れてないと知り、陽子さんのマンションを訪れ、合鍵で入るの。
合鍵、ただならぬ関係の人物じゃん。誰だってばよ。教えろください。それは、他でもない陽子さんの父親だったのよ。なぬなぬー。お父さんは、ベッドで仰向けになっている陽子さんの遺体を発見するの。お父様が第一発見者だなんて切なすぎる。改めてご冥福をお祈りいたします。お父さんはすぐに通報したんだけど、藤沢の友人の方が15分早く通報してたわ。グッジョブみんな。結局、藤沢は午後になっても自首の決意を固められずにいたのよ。しっかりしろよ。てめえのしたことはてめえで決不欠点だよ。妄想やもげらすが。それから4月29日午後1時35分頃、藤沢は神奈川県小田原市内の有料道路を運転中に、橋の欄干に衝突事故を起こしてしまうの。ええ？気が動転してたんだろうな。大丈夫なのか？命に別状ないか？これは事故ではないわ。藤沢が自ら起こした自損事故でけじめをつけようとしたの。ええ？おい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 、そんなのけじめって言わねえんだわ。てめえが実施して全てを話して罪と向き合うことがけじめなんだわ、ゴルア。とはいえ、全力でアクセルを踏み込めず、右足骨折の重傷で病院に搬送され、あえなく警察に逮捕されたのよ。ざまあ、悪いことはすぐにバレるんだよ。つうか、お父さんと陽子さんの電話の、会話は何だったんだ？指輪って結局何の話だったの？陽子さんは、お父さんに色々と相談していたみたいなのよ。どしたどした？話聞こうか？陽子さんは、藤沢から結婚の申し込みをされていたみたいなのよ。藤沢さんがマンションに来てしまった。結婚しようと言われているけど断りたい。嫌ならはっきりと断るように。お父さんは、そんな風にアドバイスしていたの。指輪は？なんでそんな話に？欲しがっていた指輪は、陽子さんのお母さんの形見の指輪だったそうなの。形見？陽子さんが結婚するときには、譲り受ける約束だったみたいで、その日まで、パパが小指にはめておいてあげる、と話をしていたみたいなのよ。こんな心温まる会話を疑心暗鬼になった藤沢は勘違いしたのかよ。言葉がないぜ。パパさんの気持ちを考えると涙が出てきそうだよ。親子間での大切なものでの会話が犯行の引き金になってしまうなんて、悲しさで胸が苦しくなっちゃうわね。切なすぎるよ。しかも陽子さんは浮気なんて全くしてなかったわ。濡れ衣なのよ。なんてことなんだよ。完全な勘違いでこんなことになってしまうだなんて、可愛がってた娘に先立たれたお父さんを思うとやりきれないな。判決。藤沢は自らの罪を認め反省したことから、1975年11月18日の東京地裁で、懲役7年の判決を言い渡されたわ。7年。たった7年。判決の席で陽子さんのお父さんもマリサと同じように悲痛な胸の内を吐露しているわ。もちろん誰一人として7年という判決に納得している人なんていないと思うわ。でも7年ってことはとっくに出所してるんだな。そうね。噂では寿司屋の一人娘と結婚して後を継いで寿司屋をやっているとか、父親がやっていた整体院を継いで整体師として生きている、なんて噂もあるようね。いずれにしても陽子さんが手に入れることができなかった幸せを手に入れているかもしれないわ。きちんと自分の犯した罪と向き合って、一生償いの気持ちを忘れないでほしいな。後の調べで藤沢は、陽子さんの電話の相手が、父親だった真相を知った時には、その場で泣き崩れたというわ。冷静になって考えられたら、こんな悲しい結末にはならなかったのに、突然こんなことになってしまって、陽子さんも浮かばれないよな。そうなのよ。陽子さんは成仏できてなかったのよ。なぬ？なに？怖い言い方よしこさん。この話には後日談があるのよ。後日談？陽子さんが亡くなった後、陽子さんと愛人関係にあった石の森先生の周りで、不可解な出来事が頻発するようになるのよ。不可解？仮面ライダーの霊が出たか？アシスタントが不慮の事故にあったり、現場では不可解な事故が頻発するようになるわ。ええ？さらには、石の森先生も体調を崩すなど、不吉な出来事が次々に起こっていくのよ。不吉って、何何？話聞こうか？スタッフの中でも悪い霊の仕業では、と噂話まで出る始末なのよ。まさかまさか。半信半疑で霊媒師に除霊を頼んだ石の森先生は、とんでもないことを告げられてしまうのよ。なんだなんだ。気になるんだわさ。霊媒師は、石の森先生を見て開口一番こう言うの。若い女性の霊がついてます。ええ？そして、あろうことか霊媒師は、その頃は表沙汰になっていなかったはずの、陽子さんのフルネームを言い当てたのよ。どっちゃー、鳥肌もんなんだけど。霊媒師曰く、陽子さんは石の森先生に取り付き。誰も私に気づいてくれない。元の体に戻りたい。助けて先生。そう訴えかけていたというのよ。ほんとかよー。
怖いな怖いな。稲川先生。石の森先生は、石森から石の森と改名したのは、このたたりから逃れるためだったみたい。陽子さんもまだまだ志半ばだっただけに、自分の身に起きたことに、到底納得できるもんじゃなかったんだろうな。この世に未練も、もちろんあるし、誰かにこの理不尽さを訴えたかったんだろうな。藤沢の勘違いな上に、突然のことだものね。陽子さんの気持ちはいかばかりかと思うわ。そうだな。だけどね、やっぱり自分の人生はパートナーで決まると言っても過言ではないのよ。厳しいようだけど、やっぱり人を見る目を養っていくしかないのよ。と言いますと、周りにいる人たちを一人ずつ客観的な視点で徹底的に見ることが大切なの。見てますけど、噂話や見た目など、表面的な事柄に左右されずに冷静に相手を観察しましょうね。ほうほう。そして、その人の悪いところも見つけましょう。なぬ？仲のいい人やお世話になっている人の悪いところは、良心が邪魔をして見つけられないの。でも相手の悪い面を探すことは、決して悪いことではないのよ。そうなの？人それぞれ良い面、悪い面があって当然なの。そして悪い面もその人の一部分として見ること。この二つに限るのよ。この二つをきちんと遂行するためには、まず自分が一番誠実でなければならない。よく言う昔の言葉、類は友を呼ぶは、本当に的を射ている言葉だと思うの。だとしたら、霊夢も人の見る目は、まだまだってことだよな。なんで私にとばっちり？私と友達ってことだからな。ちょいと見積もったとしても、なかなかのもんだと思うぜ。私は自分の直感を大切にしているの。いつもバカで突拍子もないこと言うマリサだけど、人を思う気持ちや正義感や使命感はしっかりしてると、きちんと冷静な目で周りを観察しているから心配ご無用よ。グフグフ、いや、まあ、そんなあれだけどさ。まあ、そんなに言うなら、そうかもしれないけどさ。ほにゃうふうほよほ。最高潮にキモい。ということで今回は菊陽子丸大事件について解説したよ。最後までご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。